ヨハネの福音書、二十章。さて、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで、走って、シモンペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。誰かが墓から主を取って行きました。どこに主を置いたのか、 私たちにはわかりません。そこで、ペテロともう一人の弟子は外に出て、墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも速かったので、先に墓に着いた。そして、身をかがめると、天布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いて、シモンペテロも来て、墓に入り、天布が置いてあるのを見た。 イエスの頭を包んでいた布は、天布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時、先に墓についたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て、信じた。彼らは、イエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書を、まだ理解していなかった。それで、弟子たちは、再び自分たちのところに帰っていった。一方、 マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら、体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると、白い衣を着た二人の見ついが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか彼女は言った。 誰かが私の主を取って行きました。どこに主を置いたのか私にはわかりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか誰を探しているのですか彼女は、 彼がそのの管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、ヘブル語でラボに、すなわち、先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。 私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、 主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。その日、すなわち主の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。すると、イエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言って、イエスは手と脇腹を彼らに示された。 弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた「平安があなた方にあるように父が私を遣わされたように私もあなた方を遣わします」こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた「聖霊を受けなさいあなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます」。 許さずに残残すす。なら、そのまま残りまり十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかったそこで他の弟子たちは彼に「私たちは主を見た」と言ったしかしトマスは彼らに「私はその手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ」 決して信じません、と言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるように、と言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。 手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で、 他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じて、イエスの名によって命を得るためである。